こんにちは、トイズガオーです。本日はこちら、爆炎氷結デラックスガシャコン騒動です。はい、仮面ライダーエグゼイドに出てくる2号ライダー、仮面ライダーブレイブが使う武器のガシャコンソードです。はい、仮面ライダーエグゼイドのデラックス玩具っていうのはですね、今まで裏面だったところが表面のようになっていて、そしてこちら表面だったところが裏面のような印刷になっております。はい、劇中にも登場しましたね。A ボタンを押すとこの刃の部分がこう裏返って炎モードから氷モードになります。そして B ボタンの方は3回以上押してトリガーを引くとスペシャル攻撃音が発動します。そしてガシャットを刺すと決め技タドルクリティカルフィニッシュが発動します。はい、それでは早速開封してみましょう。分けなどはされてなくて、このまま本体1個だけが入っております。でこちらが本体になります。こちらボタンがついてますが、このボタンを押しながら裏返すと炎モードが基本形となっていて、ボタンを押して氷モードにするとこの氷モードの方が裏面となってますね。 A ボタンを押さないとこちらは固定されております。そして A ボタンを押しながら表の炎の方に戻します。そしてトリガーがあってB ボタンがあって、ここにガシャットを入れるスロットがあります。こちらは、どのガシャットでも入るんですけども、主に使用するライダーがですね、ブレイブなので、本日はこちらのタドルクエストガシャットを使います。ちょうどここのデザインのところにこのガシャコンソードのような絵が描いてありますね。はい、それでは電池を入れていきましょう。はい、単4電池2本を入れます。電源はここで、スピーカーはここですね。ガシャコンソード。ガシャコンソード。はい、まずはトリガーを引きます。こちら通常攻撃で攻撃音が1種類になります。そしてこの炎モードで B ボタンを3回押すと炎の属性音が鳴ります。そしてトリガーを引くとスペシャル攻撃音、
これは1回とか2回だとならないですね。そして炎モードから氷モードにチェンジは A ボタンです。氷モードでトリガーを引くと氷タイプの攻撃音が鳴ります。そしてこちらも B ボタン3回以上でスペシャル攻撃。戻すときは A ボタンを押しながら戻します。ガシャットと連動で必殺技を発動します。取り出すときはこちらを押しながら取り出します。これもですね、ガシャコンブレイカーと同じようにここにスリットがあって、ここから中のガシャットの光る部分が見えます。はい、というわけで今回はデラックスガシャコンソードをご紹介しました。ガシャコンブレイカーと比較すると長さ的にはこのブレードモードの時と同じぐらいの長さで、それでも A ボタンと B ボタンの大きさがちょっと違っていて、グリップの方もこちらの方がちょっと短いですね。まあスロット部分は、大きさは同じなんですが、この外側のデザインが若干違ってまして、この造形があったりしますね。まあこれは他の今後出てくるライダーの武器の方にもこのスロットはついているんですが、このようになんかこう違ってくるんですかね。この B ボタンの効果なんですけども、ガシャコンブレイカーの場合は押した数とその同じテンポで鳴ったりするというので、こちらは3回以上押すとスペシャル攻撃音が鳴るという、そのあたりの違いもあってですね、まあ最初ちょっとそういう違いがあるのかどうかちょっと心配だったんですけど、まあ蓋を開けてみたらこういう違いがね、はっきりとこの武器とこの武器で違いがあるというのは、遊び方も変わってくるのですごく面白いところですね。まあ今後出てくる武器の方でも、またその B ボタンの押し方でまた違った遊び方ができるとまあ思われるので、それはとても楽しみだと思います。はい、それでは以上、トイズガオーでした。